幼稚園受験とは、幼稚園の入園試験を受けること。一般的に、近所の幼稚園ではなく、国立の幼稚園や、私立で系列の小学校が配置されている幼稚園、または人気が高い特定の私学幼稚園を受験することを指す。講座の内容は、園単位に独自に設定されるために、多種多様であり、中学受験のように一定の形式を持つものではない。 小学校受験と同様に、お受験と呼称される場合がある。幼稚園受験自体はそう珍しいことではない。簡単に言えば、近所にある私立や公立の幼稚園に入園する前に、簡単な書類審査や面接をすることも、講義で言えば幼稚園受験と言える。ただし、この記事で取り上げる国立や特定の幼稚園を受ける場合は、様子が違ってくる。近所にある幼稚園ではなく、 あえて、これらの幼稚園を受験させる理由は家庭によって様々である。幼少一貫教育でスムーズな教育を受けさせたい。しっかりとした理念を持つ園と環境の中で子供を育てたいという教育的事情。系列の小学校へ幼稚園から内部進学し、小学校受験を避けたいといった進学事情。習い事や小学校受験に理解のある園や、 家庭の中で過ごしたい。両親とも働きなので都合の良い設備を持ったところが、いいという環境的事情、受験をするか、内部進学をするかどうかなどは、一切決まっていないものの選択肢だけは広げておきたい、という今後の備えなどが挙げられる。学力競争の中学受験は避けたい。小学校受験も人気の高まりにつれて、難しくなってきたということで、幼稚園から高校、 大学までエスカレーターで上がっていけるところがいいという理由で受験を希望する者もいる。一方、幼稚園の設立、運営の意図も様々である。これらの幼稚園は一条校として学習指導要領を踏襲しつつも独自の教育方針、特色のある指導で教育を行っている。系列校との要衝一貫教育のため、系列の大学などでの教育実習の場のためといった。 ものから、プリスクール同様に英語などの早期教育を行いたい。運営母体の宗教の教えに従った子育てを行いたい。効率よりも意識が高い保護者だけを集めた環境で、切磋琢磨させたい。両親とも働きだからと進学を諦めるのではなく、それをサポートしたいなどが挙げられる。こういった保護者と幼稚園の互いの要求が一致したところで、入園希望者が、 募集定員を上回り、幼稚園受験という環境が生まれている。そんな中にも少子化などの社会の波は、少しずつ影響を及ぼしており、需要のバランスが崩れて、入園希望者が定員割れを起こしたり、園側の環境の変化で子供を受け入れられなくなったり、することで、規模縮小から閉園という展開を辿ってしまうそのも、少なからず存在する。一時期、 保育園に通っていると幼稚園受験、小学校受験に不利だという噂が、まことしやかに流れたことがあるが、半分は嘘である。幼稚園が気にすることは、保護者に参加してほしい行事に保護者が毎回、出席できるかどうかである。両親とも働きで保育園に通わせているような、家庭は、学校行事の参加が難しく、その場合は、入園を嫌がられるであろうという推察が発端である。 それは実際正しいのだが、共働きが珍しくない昨今では、そのも柔軟になっている。警察など緊急を要する職業は、ある程度は仕方ないとはいえ、保護者としては学校行事にはできる限り取り組んでいくし、なるべく都合をつけるように努力する。もし参加できない場合でも子供へのフォローはしっかりと行うという姿勢を示せれば問題はない。 国立大学附属学校の系列の幼稚園で、現在の、そして今後の学習指導要領を検証するための、実験園として運用される。系列校に進学できるかはそのによって異なり、ほぼ全員が上がっていけるところがあれば、内部校舎で合格したものだけの場合や、小学校受験の抽選を免除する程度で、ほぼ一般受験と同じというところもある。前述の通り、 幼少一貫教育の実践、早い段階での優秀な幼児の確保、ブランド力の維持、教育実習の場、独自の教育方針の実践などを目的として、私学が設置した付属幼稚園である。国立同様、系列校に進学できるかはそのによって異なり、内部進学が主流のそのと、小学校受験で外部受験をすることが主流のそのがある。俗に、 受験幼稚園と呼ばれることもある人気の私学幼稚園群。扱い的には一般的な私学幼稚園と同じである。ここがそうですとはどこにも記載がないが、通っている家庭の多くが小学校受験を想定している方で実質的に受験予備校的な存在になっているそのが多い。教育意識が高い保護者が多く、子供を切磋琢磨させて成長させたいという目的で、 利用している。付属幼稚園同様、独自の教育方針を実践しており、一般的な私学の幼稚園により入試を意識した実践的な保育内容であったり、小学校受験に関する情報を提供したりと、様々なサポートが得られることが多い。受験をするかどうかは別にして、それらの独自の保育を目当てに利用する方も見られる。習い事や受験に関して寛容であり、 中には、3年保育で入園して1年過ごした後、2年保育で、再度幼稚園受験をして、別の幼稚園に転園するという方もいる。付属園と違うところは、系列校がないため内部進学という道がそもそもない。小学校受験をするか、公立に進学をするかとなる。入試は、保護者の面接、指示動作ができること、簡単な質問の受け答え。 行動観察などで行われる。母子分離ができており、自律的な態度が身についていることが基本とされる。修学前児童なので、基本的にひらがなや数字の読み書きができないことを前提としているのが特徴。幼稚園生活を送る上で必要な力が身についているかを確かめるものであり、知能指数とは直接の関係性はない。 子供の試験結果と受験合否は連動しているもの、必ずしも一致するとは限らない。課題の成績が良い子を上から順に合格者を決めていくのではなく、ソロの,の考え次第でまるで扱いが変わるのが幼児の受験の世界である。そもそも幼稚園に入る前の子供なのでできることは限られており、そのによって、考舎の内容は微妙に異なるが、倍率による難易度の差はあれ、 校舎の難易度が劇的に違うということは少ない。その結果、子供の校舎より、はるかに親の校舎の方が、ウェイトが大きく、幼稚園受験は、親の受験と言われることもある。募集人員は少ないことが多く、どんなに準備を入念に行っても、不合格となってしまうことが珍しくない。3年保育で失敗した場合は2年保育で再度、受験をしたり、幼稚園受験を諦めて、 小学校受験で再チャレンジしたりすることもよく見られる。ほぼ全てのソノで面接を課しており、交差結果に与える影響が最も大きい。面接対象はソノにより異なるが、親子同時、両親のみのどちらかが多い。子供に対しての面接はいくつかの質問をしてその受け答えの確認、保護者との面接中に静かに待っていられるかといった、 様子を見る程度である。重要なのは、親の面接で、死亡臓器、家庭の教育方針、入園後、ソロの行事にこまめに参加できるのか、などが厳しく確認される。自由遊び数人から十数人の子供を一つの部屋に入れ、玩具や絵本などを置いておき、自由に遊ばせて、行動観察を行う。協調性や社会性、 基本的な生活習慣を検査するもので、幼稚園での団体生活の基本が身についているかを確かめる。指示行動心身の健康状況や指示された行動を取ることができるか否かを検査するもので、ボールなどを使用したものや模倣体操、ダンスゲームなどを行う。保護者も参加して、ままごとなどの親子課題が出されることも珍しくない。 政策構築性や指示を守ることができるか否かを検査するもので、ちぎり絵や絵画などを行う。画用紙、クレヨン、糊、粘土、積み木などを使用する。どの幼稚園でも行われる交差であり、記述する項目、そのがどこを重要視するかは方針によって様々である。幼稚園の交差のわずかな時間で保護者の蘇生がどうなのか。 信頼できる人なのかを見極めるのは難しいことであり、面接で確認しきれない点をフォローするため、別途身近な方などの推薦状や、新乗書の提出を求めることもある。国立幼稚園の入学者選抜において実施されるもの。入学講座前、入学講座後、あるいは両方で実施される。出願人数が一定数を超えた場合のみ。 入学講座前の抽選を行うそのもある。講座当日、保護者の前で担当者が抽選機を使用する、中が見えないボックス等の中からカードを取り出すなどで、くじを引き、受験番号をもとに当選者のみが対象者となる。幼稚園受験では、保育年数によって対象が異なる。3年保育の幼稚園の場合、4月2日から翌年の4月1日までに出生した。 満三歳の児童すべてに受験資格がある。二年保育の幼稚園の場合、4月2日から翌年の4月1日までに出生した満四歳の児童すべてに受験資格がある。一年保育の幼稚園の場合、4月2日から翌年の4月1日までに出生した満五歳の児童すべてに受験資格がある。子供が安全に登下校できることが前提条件となることから、 そのまで公共交通機関で0分以内に住んでいることといった大まかなものから現住所が零例市町目であることのような詳細なものまで何らかの居住範囲の指定をしているそのが多い。例年の傾向は参考書などで確認できるもののその年の正確な情報は各僚の募集要項や説明会で確認する必要がある。比較的同時期に行われる 高校受験などと違い、地域やそのによって大きく異なる。8月末から9月初頭に受験日があるところがあれば、遅いところでは12月から1月になってからというところもある。二次募集や三次募集も含めれば、なおさら期間は広くなる。幼稚園受験を得意とする幼児教室や個人の教室に子供を通わせることが多い。前日の通り、 幼稚園受験で出題される課題は、問題解決力や生活力を問うものが多く、教室で学ぶ内容は勉強というより習い事に近いものになる。受験内容が形式を持たないように、教室のスタイル教え方もバラバラである。幼稚園受験の教室と、中学受験以上のいわゆる学習塾では、決定的に違うところがあり、検討時には注意するべきである。 新学期は空き地域や教室にもよるが、幼稚園受験のピークが初週満週である。関係上、新学期は11月に設定していることが多い。合格実績の基準がない各教室が発表している。合格実績には、統一的な基準は存在せず、業界標準的なものも存在しない。全国の学習塾で組織され、学習塾が 合格実績の基準としてよく用いている全国学習塾協会も学習塾の定義を小学生、中学生及び高校生を対象としてとしており幼稚園受験をする幼児が通う教室は管轄外となっている公表している実績に以下のようなケースが含まれている可能性は否定できない教室によって 在籍生徒として数える基準など根本的なところから異なるため何が真実でどこから古代広告なのかを見極めることは難しく公表数字を信用するかどうかについては真摯協定同然と言っても過言ではない。クーリングオフは基本的にできない特定商取引に関する法律が定める。 特定継続的益務提供での学習塾の範囲は学校教育の補修のための児童、生徒または学生を対象とした学力の教授としており、学校教育を学ぶものではない教室は該当しない。このため、幼稚園受験に備える教室はクーリングオフの対象外である。ただし、法律上では認められなくても、教室の独自判断で認めていることがある。ありがとうございます。